東京臨海副都心有明。東京米コートクラブホテルスパリゾート。東京米コートクラブホテルスパリゾートは東京都江東区有明3丁目にあるリゾートトラストが運営する会員制リゾートホテルである。2008年3月29日オープンした。本校では併設のホテルトラスティ東京米サイドについても記載する。会員制リゾートホテル。 エクシブなどを展開するリゾートトラストは首都圏周辺では軽井沢、伊豆半島、山中湖などに拠点を持っていたが、会員の居住地近くやビジネス拠点での利用要望があり、東京でのリゾートホテル開発が兼ねてからの念願であった。そうした中、東京の中心部である銀座から車で約15分、都心ならではの利便性と東京湾が一望できる、 リゾート感のあるロケーションや夜景の素晴らしななどを基準に2003年に東京、お台場のとありチを取得。同社のフラッグシップとして大規模会員制ホテル及び上級のビジネスユーザーを対象としたホテル計画し2008年3月29日に開業した。総事業費は420億円。地下2階地上27階建ての建物は環境への配慮から ツインタワーで風害などを緩和し、上階フロアで建物をつなぐことにより、有効なパブリックスペースを確保。また、米コートの日本語訳が、高の応急であることから、それらを受け入れるゲートを意味している建物形状でも、ある。構造形式は、会員制客室が S 作りであることから、強風時の建物の横揺れを防止して、居住環境に影響を与えないように、 精神システムを採用し、合わせて災害時の安全性を向上させるために、精神システムも取り入れた。入り口では、剣道なゲートにスタッフが常駐し、独自の認証システムにより、メンバーとその同伴者及び、ゲスト以外は一切敷地に入れないようにセキュリティを徹底するなど、プライベートやプライバシーを重視した。4階から23階に、 配置の全292の客室はすべてスイートルームとなり、ホテル最大の目玉であるスパは、ホテルスパでは最大級となる約2300平方メートル規模を誇り、左右の胸をつなぐ部分を含め25階から27階に設けられ、26階がスパイリア入り口で、25階はインドアアウトドアバスやトリートメントサロンなどで構成する。27階は、 インドアプールのほかトレーニングジムなどが配された。24階には、レストランバーを設け、ロビー階には、一般利用も可能なイタリアンレストランも設置した。2階から4階部分には、全200室の一般利用ホテル、ホテルトラスティ東京オベイサイドが入り、4月5日に、開業した。東京オベイコートクラブのメンバーは、建物内で、行き来できる。鉄道バス中期な着物は、 トエーバスによる運行。フェリー不当入り口下車徒歩3分。武蔵野大学前、下車徒歩2分国際展示情勢門駅下車徒歩5分。ありがとうございます。